あ、でも時間的に来れんかったのかな。すっごい前髪が、もうライブ終わった後の前髪のこの荒れよう、荒れようがすごいんだけど。処刑詐欺で、処刑詐欺。あたい、あ、よかった、当たってた。横浜無理というか、初めまして。横浜無理というか、無理？横浜無理。横浜を否定したらあかん、それは。初めまして、トッチさん。バズジパ大阪府の伝道師朝比奈ユーミっていうのは知ってるってことか。ユーミンって言ってるから。めげたたこ焼きじゃ、めげた。5年後のユーミちゃんともパフェ食べてる世界線であれって。そう、パフェ。わからんよ。パフェからクレープになってるかもしれんから。そう、パフェからクレープ、ビュッフェになってるかもしれん。ビュッフェ ビュッフェを一緒に食べる世界線。あいとくこぼ、あいとくこぼさん、ありがとう。たっちゃん、18の横浜、ほんまに？そう、18日ね、横浜ライブ、2ライブあるんですよ。ほんまに、りょうすけさん、待っとるわ。今日も生活期しから、次回ちゃんと取りに。ケボタン、全然、逆に、朝日奈、あそこの係やったからさ、全然さ、逆に、ごめんごめん、朝日奈が、なんかすごいね、喋って、多分ケボタンが相手をしてくれてたのかなと。あきさん、こばちちゅう。あきさん、こばちちゅう。福こばさん、ありがとう。今日ね、山梨、そう言ってきたじゃないですか。ほんまにみんなにもね、言ってたよ。もともと、あんまり、終わった後、ダッシュで帰らなあかんねんっつって。そう、戻らなあかんねん、東京っていう話してたんやけど、ほんまにね もうなんでこんな変な有言実行。しかも、あの隣に、醤油さんあったじゃないですか。めっちゃ行きたかったな、朝比奈。めっちゃ行きたかった。がね、選んでくれた人たちが多かったの、今日。愛梨ちゃん選抜の人たちが多かったんやけど、今日。朝比奈がキムチを求めすぎたから、愛梨ちゃんちょっとなんか視野に入れてくれたんかなって思うぐらい、そう、朝比奈は、ちょっとほんまにせっかくやから、キムチも買いたかったし、外で売ってた、塩焼きも食べたかったし、お団子も食べたかったし、お店回って、ちゃっかり1500円以上買って、くじも引きたかったけど、ほんまに時間なかった。もう、なんかお見送りして、そうで、あの後に、全然ね、そう、お見送り自体はさ、だってさ、14時ぐらいにみんなと、バイバーイってしたやん。あの後に、そう、なんかね、何をしとったやろ。なんかしとって、もう気づいたら、なんかもう45分ぐらいで、みたいな。で、お店の人がせっかくね、お菓子とかお弁当とかいろいろ用意してくれたんですけど、もう車の中でお弁当食べますみたいな。もうみんなバタバタよ、ほんまに。荷物詰め込んで で、ほんまはなんか衣装から着替えて移動する予定やったんやけど、もう衣装ごと着て。ゆびこおばさん、黒さこおばさん、ありがとう。名前に触れられなかった。ちっちゅうゆみ、あきちっちゅうゆみ、ありがとう、あきちっちゅう。もうほぼ買えないで、それは。いいじゃないですか、いいネーミングセンスよ。とてもいいと思うから買えたらあかん。昨日の連絡一役座の指畑朝比奈さんがかわいすぎ、ほんまに そう、指ハートめっちゃ可愛いよね。もともと休みだったから行く気満々だったら職場の人がばっかり。それはつらい。すみちゃんがカバーしたってことね。それでも会社の人からしたらね、すごいありがたいことやからね。そう、元23区のお宅してた子が、夢、なんだ？夢、見に行くかも。あ、ほんまに？待ってるわ。ゆめこばさん、くるさこばさん、ゆめ食いしん坊。そんなゆめ食いしん坊な、食いしん坊な。ほうとうも買いたかったの、朝比奈。ほうとうも買いたかった。あと、ジャムも気になってたし、そう、気になってんのな、いっぱいな、やってた。一つ、あ、これか。これ？多分これよね。指ハート。これ指ハート。そう、これ好き。やっとできるようになったの。もう一時なんかもうすごい、ずっと、どうなるのみたいな。もう曲げ割った指 やっとこの形ができるようになった。
ハロー、ハワイ、トム、ハワイ、ヤッホー、ヤッカムルさん、これで大丈夫です。え、そう、カムルさん、もう書いた、もう送ってる。あの、え、でもその、送ってるって言ったものの、あれやからね、ちゃんとあの、元日か、まあ、三が日に届くから、ちょっと待ってて。それでももうお渡しした、年賀状。いつぶりにライブ見るやろ。ねえ、ほんまに、ちょっと、しかも、あの、2ライブあるから、すごいね、楽しい時間になるわ、それ。それ、無表情な感じでやってるのが好きです。あら無表情。確かに、朝日奈、笑ったら見えなくなるから。リュウキさん、こんにちは。こんばんさん、ありがとう、リュウキさん。こんばんさん、ラルトさんもこんばんさん、ナシさんもこんばんさん、ありがとう。そうだの、だから、なんか、結局、何も買えずやった。もうあの塩焼きも食べたかったけど、多分もうその塩焼きを待ってる時間もないんじゃないかっていうぐらい時間なかったから。そう、なしさん、こばこばさん、その目がなくなるのか。そうだよ。そう、すごい朝日の目ごと笑うから、目ごと今日ブロマイド引いたらゆみさんのサイズ、え、ほんまに、すごい。そう、今日もねブロマイド発売してたからね。そう、あ、だからね、それこそあのあれしてほしいの、ほんまに、あの1年前の12月の写真なんですけど、そうそう、え、どれやろ、3種類あって1人で、あのその1つの種類はちょっとね、あのあれなんですよ、ちょっと朝比奈的にほんまに引いてほしいなって思った写真やから、ちょっと引いて。それはどんな写真なのかまだ言えませんけど。トムさん、ゆめさん、こんばんさん、トムさん、こんばんさん、ありがとう、ありがとう、本当に。え、そういっぱいさ、今日さお話できた、いろんな人と、ありがたいわ。え、しかもさ、聞いて、朝比奈さ、そういうの、あの終わった後に知ったんやけど、あの一緒にお買い物してよかってんね。朝日奈さん、なんかさ、そのあんまなんかその買ってもらうのあかんのかなって思って、でなんかそのあのすごいね、これいいよ、これいいよって、もうすごい、あのすごいね、おすすめも勝手に朝日奈が食べたい美味しそうなやつとか、そう、これ美味しい、美味しいよ絶対とか、でなんかその買ってくれようとしてくれてた方もいたんですけど、あのあかんと思ってたから、そうだから、ああ、多分あかんわーって言って、そうお断りしてたけど、みんな普通にワインとかもらってたから、と思って、あ、え、いいのと思って、そうで朝日奈も一緒にお買い物楽しみたかったわって思って、ラトさんツイートいいね、ありがとう。え、なんでなんで、それで朝日奈はいいなって思ったらツイートします。人差し指と中指で作るハートはプルプルするおじ、え、でもさ結構これさ、ここ痛いよね、ここ朝日奈でも痛いもん。若い子って関節すごいなって思う。おばちゃん発言しよう。カラフル衣装で、カラフル衣装、あ、あれか、朝日奈の1年前の、え、結構ね、あの時ね、髪染めたてなのかな、結構重たい感じの髪の毛やったよ、しかもうなんか結構さ、もうまずもって長いからね、髪の毛長いから、1年前の朝日奈は塩焼き、そう、塩焼き、え、朝日奈初めて見たの、このこれで売ってる、あの串に刺さってる魚で売ってる塩焼き、え、食べたことなくって、食べたいって思ったけど食べれんかった。だから今度ね、その夢をまた叶えたいなと思います。さあ、昨日のツイートの件は言わなくていいん？今日の、あ、そうや、思い出した、そう、え、じゃあ、あのね、すごいね、あの、そう、 ありがとう、じゃがちゃん思い出してるわ、朝日奈、なんかね、その、あ、でも全然そんなみんながさ気になるようなことではないけど、朝日奈があのしみじみと昨日ね一人であの家で考えてたことがあって、なんかさ、そう、確かに昨日ね、鍵閉めとか朝日奈なくてすごい寂しかったけど、まずもってね、その分なんかいろんな人が他の特典頼んでくれてたんですよ。でそれこそ動画とかチェキとか、普段頼まん人とかもあの写真とか頼んでくれたりとかしてて、それはたまたまやったのかもしれんけど、でもまずもってさ、そのすごい考えたことがあって。
て、そのもうなんかもう見ながらしたらそんなことないやって思うかもしれんけど、だってさあのさ仮にね、まあなんて言ったらいいの、まあリリーベで例えると写真撮るのに、まあ、チェキ撮るのに2枚特典券必要やってことは2000円ぐらいは最低でも必要なわけやん。でその2000円をあの稼ぐためにまたみんなもお仕事してる時間があるじゃないですかね。だから仮に時給2000円、仮に時給1000円やとすると2時間働いてるじゃないですか。それにこうライブとか特典会を一緒に楽しんでくれる時間ですよ。それがまあ2時間やとするやん。でまた移動とかでさ、まあ片道1時間やとするとまた2時間やん。てか合計6時間のみんなの人生の時間をもらって、あのさしてあわあってもあってもらってねんなと思ってっていうことを一人でねすっごいしみじみ考えてて、でもなんかもうそれを一人ですごい家で考えてた時もう泣きそうになって、そうもうありがたいなと思って、っていうことを朝日奈はすごい考えてもうみんなにねありがとうって思ってたけど、昨日はなんかもうなまずもって早起きやったから配信も朝お昼にしたからちょっと睡眠先にしようと思って、でもそうでもさ改めて考えるといやーありがとうって、そうありがとうってめっちゃ思った。すごいねありがたいことですよほんまに。めっちゃ可愛い、ありがとうりゅうきさん。やめちゃんに初めていいねされたから結構嬉しい。なんで、あ、それそんなラルトさんしてない？逆に申し訳ないよ、それ。若い子。あの頃は若かった、朝日奈も。朝日奈だって、小学校時代あるんだよ。リアルな。うん。なんだこれ。下楓ひなさん。下楓ってなって、なんていうの？大阪無事帰って、ありがとう。無事に、よかった。やっぱだって、もう。だってそれこそハリーもそうよ。いや名前出してごめんね。でもそう山梨って結構ねなんか都内に来るより結構こういろんな交通手段を使ってあの乗り継いで来てくれるのね。いやだってすごい今日も山梨の方いっぱい来ていただいてね。そういや愛理ちゃんに会いにかもしれんよ。そう別に朝日奈に会いに行ったわけじゃないと思うけどさ、でもすごいありがたいことやなって思って、うん、でそこでまただって写真撮るためもあるけど山梨のものを買うためもあるけど、それで朝日奈をさ選んでくれてさチェキ撮ってくれたり写メ撮ってくれたりありがたいことですよほんまに。やこちゃんこさんありがとう。なんだよな、首絞めしてあげるべきだったと思って。いいよ。そうなんかもうそういうことをねすごい考えてて、だからもうそれも あるからなんかもうみんなとも目線合わされへんくてごめんね。そう目線合わせないねって昨日メルちゃんと言ってたの。もうなんか申し訳なくて働かなくてもお金が稼げる職業がいい。それは逆に危ない。それはでも全人類が思ってるかもしれん。それはゆめちゃん可愛いからにやけてしまってどこだ。あこれあれか、昨日ゆめちゃんすごい顔。ほんまにちょっとそれ信じるよ。制服ひなさん好評やった。アルテミスのファンの人に声かけられた、あの人わかりますかって。この人ちょっと可愛くしとこう。ちょっとみんな見に来てくれてるかもしれんから襟を正す。嬉しい、ありがたいね。え朝日奈が気づかんとかね、出会ってないだけで朝日奈推しさんになってくれるかもしれない。朝日奈を気になってくれてる人たちはいっぱいおると信じて。めっちゃ可愛いからにやけてしまってコメントさん、なんでコメントしてお話ししよう。お話し朝日奈ちゃんは今でも小学生。ちょっと違う。だから来週末はしちゃうねって言っとくね。ありがとう。それなんかさ年賀状さなんか朝日奈
的にはね、え、来週19とかオンラインなかったっけリリースイベントと思って、いや分からん、あの会場によってオンラインができるとことできひんところがあるから、できるか分からんけど、そうあれと思って、年賀状リリーベ自体は19になかったっけと思って、そうでもみんなはなんかその最終日ですって言ってるから、あれあれあれと思って、あれリリーベもうちょっとなかったっけって思ったけど、え、そういうことなのかな、もうないのかな年賀状、書きたい、もうたくさんの人に制服姿かわいいですよ、萌えたもん、え、ほんまに、よかった、ありがとう、ごめんなさい、今日謝ってしまってありがとう、こちらこそですよ、ありがとう、ほんまに、あれ、長見さん、初めてやったの、あなた初見って書いてある、あら、いや、こちらこそですよ、ありがとう、もう朝比奈の、あの思い残したことといえばお土産を買いたかった、え、だってそれこそさ、山梨さ、お母さんへのお土産も、そう朝日奈ね、遠征したらね、毎回ね、お母さんにお土産を買うの。でも今日買えんかった、お土産。で、それこそ朝日奈、あの、リアルにさ、あの、J フルーツさんの隣にね、あの、キムチのさ、そう、お店あったやん。え、めっちゃ行きたかったな、朝日奈のお店。愛理ちゃんにも山梨帰るたびにお願いしてたんやけど、キムチ買ってきて。今度買ってきますねってそう言って、で買ってきてくれたり、あの、あ、忘れました、今度買いますみたいなとか、そうそんくらいね、キムチね、そう美味しくって、ですごい今日もちょっとお金少しだけ持って買う気満々やってまず持って時間なかった、やっぱえ、もうないの、まだゆみちゃん頼んでないんだけど、え、分からん、どうなる、でもね、リリースイベントの予定自体はあるんですよ、だからえ、あるんじゃないのみたいな、でもそこでオンラインがなかったら、まあそれができひんってことやと思うから、どうなろうと思って、でもね19にねあるんですよリリースイベントが、でも都内だけやけど、そうだから、でもね名古屋もあるんですよリリーベが、だから20日までのリリースイベント、オンラインリリースイベントで頼めるから、え、いけんちゃんとか思って、で20日も最悪18時から都内リリースイベントあるから、そうそう、ガチャのコスプレだから、そうコスプレ、ゆみちゃん割とチョコ食いに行こう、行こう、食いに行きたい、チョコ、え、今日ね嬉しかったことがあってね、いやまたね、あのツイッターで書こうかなと思ったけど、あのシュークリームをもらったんですよ、シュークリームを、でその時に朝比奈なんかね、一瞬だけサービスエリアに寄った時に、その朝比奈とののかちゃんだけおらんくって、その間に多分シュークリームを配ってたのかな、メンバーとか運営さん含め、でその時に帰ってきて、なんかそう、ゆみちゃんは何がいい、シュークリーム、なんかそのシュークリームとロールケーキとなんちゃらとかみたいな、そうって言ってて、でそのシュークリーム、普通のシュークリームとチョコレートのがあってみたいな、でチョコレートって即答してチョコレートもらったんですけど、その後にふみさんが、え、ゆみちゃんとシュークリームチョコレートもらったみたいな聞いてくれて、もらいましたよって言って、あ、よかったよかった、もうそれだけで安心やわとか言ってそう、多分その配ってる時に、そのふみさん的に多分ゆみがチョコレートが好きなの知ってるから、そうなんかそのちゃんとゆみの手にチョコレートのシュークリームが行き渡るかどうかをこう大丈夫かなって思ってくれたらしくて、そうちゃんとチョコレートのシュークリーム受け取ったのね、ありがてーって無事に受け取りましたと思って、20日までなのにもうないわ、割れちゃうでもあると思う、まあ、そのラビタンが言ってるように多分その並行で、会場によってはね、ほんまにね、なんかオンラインの並行でできひん時があるの、だからそれが多分分からんから、あの確実にできる日とかを言ってるんやと思うけど、この時期キムチ鍋、え、分かる、キムチ鍋いいよね、ルキさん、ゆみちゃん、ルキさん、こんばんさん、お土産また、そうほんまにお土産リベンジしたい、だってそれこそね、だってブドウジュース、めっちゃコスパのいいブドウジュースもちょっと気になってたのにさ、買えんかったからね、甲州ワインもちょっと朝日奈欲しかったわ一人飲まれへんからどうしよう、まあそれこそ
大阪帰った時とかにね、もうちょっとワイン、まあ、もう日持ちはするかもしれんから、まあ、できれば美味しいうちに飲みたいけど、うん、でそういうことね、大阪帰った時にお母さんと飲みたいしね。そう、別にお姉ちゃん呼んでもいいけどお姉ちゃん呼んでもいいけど、すごいだから俺もチョコ大好き。え、そうなの、いいじゃないですかチョコ。そう、あの昨日にそう、アサヒのブラックサンダーをね、地味になんかいろんなブラックサンダーのコラボしてるやん、よく地味にブラックサンダーのいろんなコラボのやつを制覇してて、そう、制覇してないな、やっぱ各地にある限定ブラックサンダーは食べれてないから。そう、今までの結構ねコンビニとかで売ってるブラックサンダーは基本的にあの一回は食べたことあるんですよ。でまたそのね、今ね安納芋があって、いやほんまになんかお芋やった、あれ芋って、チョコレートなんやけど後味がもう芋、そう美味しい、チョコレート好きだ、チョコレート好きやから、それこそあのあれよ、しおりさんすっごいくれるからね、チョコレート、あれチョコレート好きでしょって。でこの前さ、みんながさ、そのしおりさんが焼いたクッキーあるやん、でみんながクッキーもらってて、そう、あのそう、もう思わずね写真撮ったからね、またねあげようと思ってんねんけど、あげれてなくてごめんね、それに関しては。そう、そのクリスマスパーティーの時にしおりさんがねクッキー焼いてみんなに配ってくれたので、まああれでもその嬉しいと思って、このでももったいないからちょっと置いてたので、しおりさんがその後にトコトコってやってきて、あれチョコレート好きでしょって、あのミッキーの形のなんかチョコレートパンみたいなのがあって、そうくれたのチョコレートパンそう、あれ好きでしょあげる、絶対だってしおりさんさ、多分自分が食べるか分からんけど、でもさ、その食べたいやろにさ、パンそうくれたの。しおりさんねチョコレートのなんかいろんなくれるの、チョコレートの伝道師でしょっつってくれるの。だから今度しおりさんにまたドラえもんのなんかね、今いろんなところでコラボしてるから、そうまとめてお返ししようと思ってチョコレートのお返しドンとドラえもんで。渋田ワレコさんはステージビニールシートなかったのかな、え、そうなかったの昨日。タワレコさんビニールシートない代わりに、あの3メートルぐらいのあの距離を空けてあの見てた。そうそう、そんな感じ。しおちゃんさん、そうなの、しおさんいきなりチョコレートをくれるの、あれチョコレート好きでしょ。だから朝日奈もほんまにね、なんかねすっごいドラえもんのやつ見るとね、いやもうこれメイさんとかにもうすっとこおばちゃんだわって言われたけど、そう前もね100均行っとってね、なんかいちごの食器があって、そういちごのなんかお皿があって、全然あの誕生日でも何でもないよ、誕生日でも何をされたお礼とかでも何でもないけど、いちごの食器を見つけた時にえみのちゃんと思って、えみのちゃんに何でもない日に渡して、そう何も物をあげちゃう、おばちゃんなんか大阪のおばちゃんやから何でも物をあげちゃう。しおりさんにもチョコエッグのドラえもんをスーパーで見けたら買ったりとか、そうドラえもんとか、あとね無印行った時にあの人参のお菓子があったの。ほんまになんか人参の加工とかしてるわけじゃなくて、なんかドライフルーツみたいな感じのやつあって、人参のなんかスティック の, あのスナック菓子みたいなのがあって、しおりさんって不意に何でもない日にしおりさんに人参 の, あのお菓子をいきなりあげるっていう、もうほんまに浅いな、大阪のおばちゃんなのそこら辺は。でさば誰かが来たよ、かちさん、かちさん次会った時が楽しみだね、あなたは30メートル開けたらもう寂しい、もうちょっと近づいてってなるから、朝日たちなんかしたかなって思っちゃうから、それ、うん、声聞こえてるみたいな、おメガホン持ってやるんだからみんな。そうビニールね、やっぱないのがいいよね、そうクリアな世界だから、撮影してる側もそうやしね、クリアな世界で撮れるからね、
それこそだって昨日あれよ、すんごい珍しいポジションだらけやったからね。思い切りいじったるわ、勝さん。いじってみなさいわ、朝日の下からこう上目遣い気味に睨むから。わいわいゆみちゃんがおばさんでもお姉さんでも小学生でも何でも大丈夫。えよ、ジャマちゃん。じゃあ次は幼稚園児ぐらいにしようかな。そう、朝日奈ね、唯一ね、スモック持ってないんですよ、コスプレで。そういえば、思い出したけど。そう。そうそう、スモック買いに行かなあかん時期かな。買いに行かな時期。買いに行かなあかん時期かな、スモック。まあ、リリーベでなんかその幼稚園児っていう指定が来たらスモックをちょっと探しに行くわ、そしたら。うん。でもみんな幼稚園、24人幼稚園児おったらなかなかすごいよ。うん、そんなことしたらゆみちゃんに惚れちゃうじゃない。何を言うてまんのあなたは、本当に。あれでも、コロ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 って転がってるでしょ、もう。あ、どうもーって。もうコロコロコロ下の方で、あ、どうもーって。ご挨拶してるよ、もう。りょうさんこんばんは、ゆみ。りょうさんこんばんは、ありがとう。え、そう、朝日奈ね、そろそろね、でもね、もう明日にそうないと寝ようと思って、あ、もう0時半、あれは、起きないと、そうなの。私はなんかさ、少しだけさ、少し、え、ちょっと、びっくりしたの、帰り道に発覚したことないけど、少しだけ、また明日も早起きしなあかんやんっていうことが発覚して、てかもう寝るね、朝日奈。突然の発言。突然の発言。確かに、ゆみちゃん大好きや。そうだよ。YouTube さん、今日確かだよ。ありがとう、YouTube さん。え、なんかさ、YouTube さんさ、マイカちゃんから聞いたけどさ、これは言っていいのかな、マイカちゃんから聞いたけどさ、え、なんか今日来る予定やったのあなた。なんかその話を聞いたんやけど。でもなんかマイカちゃんが、チキン時にちょっと聞いてみますね、みたいな。今日行きましたみたいな。え、でも、YouTube さん、え、でも朝日奈来るっていうお話聞いてないな、つって。そう。聞いてみますねって言われて。ヘアさんこんばんは、ヘアさんこんばんは、21日会うな、ゆみちゃん。21日ね、ほんまに楽しみにしろよ、あなた。暖かくして寝てお休み。あ、ちゃちゃ、ありがとう、おやすみ。せめて会いも来たの、もう終わろうかなーってなってたよ。ありがとう、でもほんまに、そんな、すごいタイミング。でも明日また朝頑張って起きて配信するから、まあ、寝起きの朝日奈が。今の朝日、寝る前の朝日奈。よしから、お疲れまで、お疲れ。ねえ、こちらこそ、お疲れ、ありがとう。今日いいこと言わなかったっけ、ごめん、ごめん、そう。あれと思って、そう、朝日奈多分聞いてない、YouTube さんは。来るよって、行くよって。よし、時間なかった。ごめんなさい。あ、そうなのね。全然よ。そう、でも、なんか行くって、なんか言ってて、リリーベも来てなかったから、行ったのかなって思ったんですけど、って。え?なんかいろんなものが初耳なんやけどって思って、そう。じゃあ僕も早寝ようって、りょうさんもう一緒に寝よう、もうみんなでお茶、今から飯作る。そうなの、え、でもそう、寝る前にちょっとあなたたち流星群見て、流星群、朝日奈はね、なんかね、わからん、あの視界のすごいこの見間違いかもしれん、もしかしたらなんか幻想が見えてたのかもしれんけど、え、なんかすごいほんまにあの流星はあんま見えてないかもしれんけど、めっちゃ星綺麗やったよ。都内でも星綺麗やったから、絶対なんか、なんていうの、都外とか、それこそね、山梨とかね、絶対星綺麗やるなと思って。昼間仕事して、夜だけ行けた。あ、そういうことなんね。ゆめさんチェキ並んでるとき、目合うと、なんでなんでなんで、なんでよ。あたいのしかも、紙、紙持ってるから、少しぐらい見さして、みんなの顔を。あ、誰々来てくれてんねんなって。だって大塚は初めてのライブ会場、しかも大塚って地味にちょっと山手線沿いやけどさ、地味にちょっと遠かったりもするやん、距離的に言うと。そう、カエルちゃんに見て、あ、そうなの、へえ、茨城も絶対綺麗ね。そう、だから都内でめっちゃなんか星があの流れてるのはあんま見えへんかったけど、なんかこうほんまになんかこう星がこうキラッキラッキラッみたいな感じだった。めっちゃ綺麗やったから、ちょっと見てみて、みんなおすすめだから、その流星群見て寝よ今日は。でもあのほんまに寒い、もう朝日奈もさっきさ、あのすごい見ようと思ってさ、しばらく外に出とったらもう冷えて冷えて、いやこの格好で出てるのがバカかもしれんけどさ、そう寒って寒ってこの格好で外で
って流星群こうやってめっちゃ眺めとったからさ、見えるかなとか、あでもめっちゃ星綺麗やとかってめっちゃ見とったからさ、寒ーと思って、気づいた時にめっちゃ寒ーと思って、だからもう今体冷えとるからちょっとお風呂入って温めるわ。ちょっと山手線で逆側に住んでるので意外と、あなるほどね、うわーそれ寒いじゃない、遠いね。えそうなの、大塚ってね初めてのところやけど結構やっぱ遠いから、そうでも大塚ね、ほんまたこ焼き屋さん美味しいとこいっぱいあったからほんまおすすめ、行ってみて。それこそだってあの47時間配信中に差し入れしてくれたたこ焼き屋さん大塚のあのアトレの中やもん。えだから行ってみてみんな、それこそ本場の大阪のたこ焼き屋さんが展開してるとこやから、ふっふわの、アイリちゃんと言ってたの、もうあそこのたこ焼きほんまに美味しいっつって。22日も行く、あそうやありがとう、21日と22日楽しみだ、ゆみちゃんもいい、ありがとう、あれも幸せなお風呂時間過ごせたよ、そんなもういい夢見れそう。それキスタお疲れ、こんばんさありがとう。でもね終わっちゃうので、無期日さキスタのことやから、明日の朝朝日奈が起きれたら配信する予定の、その配信もキスタ見に来てくれると信じてるいやいいよキスタも寝て、寝れる時にほんまに寝た方がいい、朝日奈もさ、もう逆に起きられへんもん、今日よう起きれたなって思うもん。5時に起きる予定で4時50分かな、4時45分ぐらいに起きて、いや奇跡やなと思うもん。そう、まあ、その代わりあのあれやけどね、山梨から大塚に向かってる最中の車内も爆睡やけどね、朝日奈めっちゃ寝てた。朝配信するえほんまに、ちょっとでも朝日奈今のこの感じじゃないよ、ライブ仕様じゃないからね全然、朝日奈さんになってるから、あのほんまにあの朝日奈さんのあーぐらいしかないわあの朝日奈のあのすごいなんやろ朝日奈みたいな、朝日奈みたいな感じの朝日奈さん、朝日奈は朝日奈なんやけど朝日奈みたいな感じ、朝の朝日奈だからそのそれをあのちゃんとね見てその思ってもらえるように頑張れば。ひっちゃんしたの朝、キーさんだね。ゆみちゃんかわいい、ありがとう。出てたのか。褒めることがありがとう、こたくん。そう結構みんなそう今日いろんなさあの方と撮っててすごいあり嬉しかった、なんかうわみんながいろんな人と撮ってて、あ22日の会場ね調べるわ。22日はね。ビレバン渋谷さん、今のところねビレバン渋谷さんです。22日現地でやるよ。え22日が初めてやったりする、もしかしてこの編成後の赤組さんでやるの初めてかな、えかも、編成後別れてのリリースイベント、わお。なので少なめの人数でお送りするからね。カズハラさんこんばんさん、カズハラこんばんさん、ありがとう。ありがとう、ユージブさん信じてる。キサーは山梨が田舎で大塚がすごいすごいすごい、今日じゃあ岸さんツアーしてたのかな、朝日奈たちね、もしかしたらそうかもしれない岸さんツアーしてた、間違え、カツさん今度会えるの楽しみにしてるわ。カツさんには伝えなきゃいけないことがいっぱいあるみたいだからね。ハラケンがユミコールしてるとき、俺ちゃうユミ好きすごいと思って、ハラケンすごいと思って、もうありがとうっていう気持ちと同時にすごいと思って、そう平成後のリール見に行くために11も15も安なのに両方なくなる、そうなの、ほんまに申し訳ない。そうなんかさ、もうこのご時世やからもう怖いもん、朝日奈22日もさ、そうビレバンねえなくなりそうでめっちゃ怖いもん。ユミちゃんがチロートしてます、22日ビレバン楽しみだ、えほんまに会ってほしい、ちょっと悔しいもん朝日奈、だって朝日奈ビレバンめっちゃ好きやしさ、まずもってリリーベのためにさすごいさこうねえ、まあ、フォーメーション組むのもそうやけど、リリーベだってさ30分よ、激アツライブよ、バンザイジャパンの30分ライブねやし、リリーベやからそある程度距離も近いやん、そういうのにね、多分どうせやし話したら楽しそう。ああ、ユーチューブさん
え、しょ、ほんまにいっぱいしゃべりたいんやけど、朝日奈、あのみんなが嫁のこと知って知りたいと思ってくれてるたらいいなとは思うけど、そう、嫁もね結構ねみんなとねいろんな話をしたいわけです。限られてる時間の中でもいろんな話をしたいわけですよ、ほんまに。キサツさん、お疲れ様でした。また明日。キサツさん、ありがとうございました、ほんまに。またできたらいいなと思います、岸さんツアーなので。岸さんツアーをバンザイジャパンご一行をご招待していただければ。どうぞ、こちら岸さんの実家です。これこのご時世だから仕方ないね。そうね、お前こんとしさんが冷たいな。え、ほんまそう、もう悲しいわ。だからもうね、実行されることを願いながら、ほんまに。でかつちょっとやっぱコールは楽しいから、コールありのライブが増えたらいいね、ほんまに。ひみちゃんマジ楽しくありがとう。母さん楽しみだね。楽しみだね。え、でも普通にほんまにライブね、まだ年末に向けてどんどんあるから、ちょっとみんな楽しんでこう。年始もね、まだちょっと1月のスケジュール出せてないんですけど、年始もまだあの入ってる予定的には少ないけどね、年末年始楽しんでいきましょうなスケジュールになると思うので、確実にね。まずまた1月26日に発売やから、もう多分だからそれこそ1月ほんまにドワーッとね駆け抜けていくと思うので、みんなと一緒に駆け抜けていけたら嬉しいなと思います。マジのやつもしかして、マジでもいいよ。じゃあレベルどのくらいのレベルがいいか考えといて、1から10の段階で。そう、あ、5段階でいいや、5段階で、あのどこのレベルのやつがいいかちょっと今度聞くわ。じゃあね、ありがとうございました。また明日の朝。では朝日奈は冷えた体を温めてきます。ほんまにでもみんなもぬくぬくして過ごしてね、ほんま。そう、油断したらあかんから、あの手洗いとかね、うがいちゃんとして。レベル5、レベル 5? 分かった、頑張る。行ってまうでーっ。そう、あ、この時間に近所迷惑になっちゃうわ。じゃあね、ありがとうございました。おやすみなさい。おやすみ、みんなも暖かくして寝てね。じゃあね、バイバーイ。